にちは、アワズです。こんにちは。いや寒い。寒くなったね。寒くなってきた。寒くなってきたね。いや、今日はなんすか。今日はこれはなんで呼ばれてんの。ちょっと今から言うから待って待って。今日はですね、はい、これからディオールと酒井のあの有名コラボ、有名ブランドのコラボのポップアップショップに、あーね、すげえ注目してるもんね。そうだね。あれコラボしたんだっけ。コラボしましたよ。これ見なきゃダメじゃん。それは今からそこのポップアップショップに行ってみます。はい、これだね。これですね。着いたわ。着きました。着いた。なんかやばいね。いや、やばい。すごい。しかもなんかディオールのアイに小さく酒井。あー、ほんとだ。やば。あの、いいね。なんか酒井が愛にちょっと収まってる感じが、なんかコンパクトな感じがいいね。うわー、これ、もう見えてる、見えてる。いや、ちょっとね、やばいね、もうこのガラスの、あの、あれで、ちょっと中のね、雰囲気見えてるんですけど、早速。じゃ入っていこう。入ります。動くか。白と黄のモダンな感じなんだね。お邪魔します。お邪魔します。もうかっこいい。なんか見えた。もうかっこいい。もういけてるよね。もういけてるの分かった。どっから行けばいいのかな。ね、どこから行くんだよ。まあ、もう絶対にいろいろ見ちゃう。こう行くも、うん、もうどんどん行っちゃう。うわー、うわー、いや、いいね。この辺がちょっと、なんだろう、シューズとかアクセサリー系だよね。バッグかわいい。あれ、これモーガンは持ってるの。俺が持ってるやつはこれの、まあ、メインラインっていうかオブリークのタイプで、これが今回コラボでナイロンでレザーのサドル。あとさ、俺的にこの靴すげえ好きなんだけど、この黒ベースになんか白の境らしい。確かにこれ結構似合いそうっぽい。このなんかワンポイントグリーンなのが、あー、なるほどね。そこもちょっと酒井って俺ちょっとグリーンなイメージ。モスグリーンっぽい。確かになんかこっちとかさ、結構グリーンで作ってる感じ。あー、このバッグとかすげえ酒井っぽいね。俺のイメージだとナイロンが酒井でレザーがディオールっぽいのかなと思って。みんな分かってる。あ、分かってる。分かってる。で、まあ気になるウェアですよね、やっぱりこうなってきた時に。これが結構、まあもう生地にもなってるけどさ、結構目玉的なアイテムだよね。そうだね、ちょっとボンバージャケット的な。ディオール酒井のボンバーで、もうちょっと寄ってみてみる。ここテーラード出てて、上からボンバーみたいな。そういうことなんだ。すごいディティールじゃない。知らなかった。すごいね。すごい。でも2つの多分カルチャーをミックスってした感じの、うまい感じに融合してる。なんか酒井っぽいねって言われたらそう見えるし、ディオールっぽいねって言われたら分かる。確かにみたいな。あ、こっちは結構アウターメインな感じだね。これマネキンが着てた。これ結構いいじゃん。わ、これいいね。ちょっとモッツコートっぽい感じだけど、ちょっとテーラード。そうだね。これもドッキングされてんだ。こういう限定系ね、俺。いやすっげー惹かれちゃうんだよね。すぐられる。なんか一点物とか、なんかそういうのすげー買いたくなっちゃう。これじゃん、さっきのやつ。あー、さっきのマネキンのやつだ。このトッキングの人、着てみるとね、また違うんだよね。後ろも超可愛いね、これ。後ろは全部ニットっぽい。ニットっぽいけど。ニットの素材が違くない？なんか網が。あ、いや、ほんとだ。マジ細かい、これ。開く感じなんだね。結構開くね。あ、うわ、なんかディティール細かい。あのさ、テーラードのさ、ここがこれ、ここもまだ残ってるよね。本当だ。これ着てみていい？うん。すごいやん。こっちだとテーラード感じ。こっちだとニットベルト感じる。バッチついてるからさ。超かっこいい。これ多分俺一番好きかも。まだ一着しか着てない。このマネキンが着てるコート着ようかな。一緒だこれ。一緒か。一緒だね。ちょっとこれなんかモッツコートとテーラードミックスしてる感じ。おお、ずっしりしてる。思ってたよりちゃんと肉厚であったかい。これもなんかオールブラックだけど、なんか素材感でちょっと遊んでるまーす。遊んでるまーす。遊んでるまーす。すごいね。これさ、ジップこっちだったんじゃなくて、あ、どっちもいけるんだ。これだとこうなるシンメトリーになって、こっちだと上まで行くんじゃない？ありがとう。
髪そろそろだね、うん、これはね、こう見えて結構あー、そっちだとよりちょっとスタイリッシュな、あ、いや、これかなりこっちの方がいいんじゃない？そっちの方が好きかも、雰囲気出るし、あー、ローズすげえ似合う、うん、いいね、なんかこのシルバーの感じがローズ合うよね。いや、いいね。しかもね、さっきも言ったかもしれないけど、結構肉厚であったかい。真冬でも全然いけるわ。さっきも言ってた。言ったことないですけど、ちょっといいのは、なんか楽しい。楽しいね。いい服着てるの楽しい。やっぱすごいわ、このコラボは。ちょっと、ここで、こっち側に来た。早速足して。足して。足してみてもいいですか。早速試したいと思います。興奮しすぎる。ろれつが回らん。あ、いいじゃん。の何やこれ、なんかすげえ体にすげえフィットしてる感じする。いいじゃん、いいじゃん。ああ、いいわ。髪切ってこういうなんかモードっぽい、よりいいよね。単発にテーラードって胸厚だから、もうね、胸厚。そうだね。さっき白あったけど黒見つけた。ああ、それすげえ、やっぱ似合いそうだ、ね。本当だ、今カメラだとこれの白とこれの黒だよね。あ、そうそうそう。おお、これもね結構ねタイト。閉めるといいね。これでジャストだわ。うん、開けも良かったけど閉めるとなんかよりミニマムな感じ。ちょっとスタイリッシュな感じだよね。これね。違いないね。マジさ、ここがテイラードのとこだよね。そこからボンバー。ちょっとね、メーアっぽい感じの。こういう縫い方してんの。ちょっと。あ、すごい。裏地が。裏地仕様だわ。すげえ。隠れミッキー見つけた。今俺スルーしようとしちゃったわ。あー。どう？いいね。かっこいいわ。なんかちょっとでも。コータはなんかもうしっくりきちゃう、うん、なんかこういうイメージちょっとあるもん。着てるよね、うん、こういうのだって。でね、味付けにこういうの。お前料理作ってた。味付けでこういうのね、立ち上げね、ルックだから。あ、ルックこれかぶってたよ、ね、絶対絵うまいよね。なら、ちょっと一人一個マジで欲しいやつピックする。ピックします。いいね。1人1個ずつ、1個ずつ1人1個、この中で一番好きなやつ。あ、何かちょっと発表しようと。あ、いいよ。じゃあその1個で、うん、自分だったらどういうスタイリングを組むかみたいな。あ、オッケーオッケー。じゃあそこまで喋ろう。そこまで喋ろう。オッケー。じゃあちょっと選んできまーす。はい。僕が選んだのはこいつです。テーラードとちょっと MA はナイロンの生地がドッキングされてるもの。さっきこれコータが試着してたやつ。そう、これコータ着てたけどカメラ回ってない時に俺も着て、やっぱこれ超かっこいいと思った。なんかやっぱローズってテーラードスタイルやっぱ似合うよね。私服だよ。そうだね。結構私服でもテーラードよく着るし、やっぱ一番自分らしいかなと思って、うんうんうん、まあ、これ間違いないかなって。これでもなんか普段着るの結構なんかあのあれだね。いやいやいや、自信持て自信持て。いや、もうなんか気合いの入れた、まあ、入った時しか、うん、そう、特別な日にしたいね、うん、これは。あれ、やめて、やめて、やめて、喋んないと、喋んないと。ラウェイかと思って。僕が選んだのはもちろんこいつですよ。このね、もう初っ端から僕がもうマンマークしてた、うん、もうなんならもう知ってた。だから絶対これ選ぶと思ったでしょ、うんうん、これだろうなと思ってた、うん、やっぱね、このなんだろう、選んだ理由は、うん、やっぱもう 100% このディオールと酒井の良さが前面に出てる。あ、このテーラーのもう酒井って言われればそう見えるし、ディオールって言われたらもうそう見えるじゃん。なんか情報の良さがうまく噛み合ってるのがこのアイテムだなと思って。すごいよね、このニットとこのテーラードの感じ。この袖がめっちゃ好き、うん、この袖のさ、確かに確かに、このテーラードとニットがドッキングが、まあ、俺が合わせるんだったら今日みたいななんかちょっと緩めのクロスラーでオールブラックでまとめてもいいし、意外とニット生地だと俺デニムで外す、それがブルー系、ブルー系の濃厚のデニムで、ちょっと足元はブーツで締めたりとかで、ちょっとこっち系のテーラードとかニットが入ってくるとちょっとね
あのそういうスタイリング、ちょっとオールブラックもいいけどちょっとブルーで抜け感出してあげる、ちょっと細身のデニムとかで、はいはい、ちょっと草越しでいくわ急に草越しレビュー100点だわ、うん、これ以外ないと思いましたね。これはさ、やっぱちょっと開けますみたいな、いや個人的にはまあ開いちゃってもいいけど、ちょっと中をちょっとシャツとかね、カチッとさせたのをちょっとチラ見せさせてあげた方がいいかな。あそこもポイントですか。さあ次は誰でしょうか。いや嬉しくね誰くん、はい、きました。はい、僕があの選んだのがこれだね。いや、これすげえ、ね、これやっぱりマジで本当にいい、これしかももう入り口にもうさ、ど真ん前にマネキンがこう立ってるやつのこれで、これもう本当コートとテーラードとなんていうの、ナイロンの素材感がこういろいろミックスされてる感じで、で俺のお気に入りのポイントはこのなんかちょっとなんていうの、スタンドカラーっていうのこれ、このなんか襟が立つデザインのコートがマジで好きで、俺のインスタとか見てもらうと分かるけど大体のコート襟立ってる。確かにタートルネックとかも好きだもんね。そう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 、結構首詰まってる系好きだから、うわこれポッケの位置すごっ、こいつはこうなんだけど、こいつはこうなんだよ。全然違うんだ、左右でやっぱすごいね、デザインが違うね。まあなんで俺のイメージは結構もうパリ、パリね。1月ちょっとねパリ行く予定ではあるから、そこでバチろうかなっていう想定のスタイリングなんだけど、まああえて足元はまあ最近気に入ってるまあディッキーズ、ディバンズっていうちょっといなたいスタイリングをちょっと合わせてあげて、ハイブランドをさちょっとストカンで落とす気持ちいいんだよね、あれなんか贅沢だよね。贅沢だよ、わかるわかる。そうだからまあ結構オーセンティックとまあディッキーズ普通のパンツに、上はちょっとこういうね、いやーいいねー、これは飾ってますよっていう。でまあパリとかだったらまあ普通に髪とかこう結んじゃってまあこう歩く感じがやっぱそこまで演出してんだね、すごいね。やっぱもあのスタンドカーだからこの辺やっぱ見せたいから、あーなるほどね、こうシュッシュッってやってやるのが気に入りかな。オールブラックでもいいんだけどね、ちょっとグレーで抜いちゃう感じもいいんじゃないですか。いやいいっすね、100点です。はいはい、いやめっちゃ楽しかったね。楽しかった。いやなんかさ、意外と手に取ってみるとさ、うん、細部のデザインのこだわりが、いやそこなすごすぎちゃって感動した。写真で見てるのと全然違う。全然違かった、ほんとにちょっとなんか衝撃だったよね、これここまで違うんだっていう。結構シビレスだよね。何何何何言っちゃいなよ現物見ないと本当に分かんない部分めっちゃ多かった。俺らいろいろ喋ったけど、これ実物見る方が早い、早い、マジで店行かないとこれはもう伝わんない、この良さ。そうだよね、しかもポップアップストアも結構期間限られてるでしょ。10日間、11月14日とかまでなんで、まあね絶対もうこれ見てる人、気になる人いっぱいいると思うんで、いやもうこれ行くべき、いや絶対行くべき、見に来るだけでも来た方がいい、ね、俺明日行くかもまた火曜日連続はい、ポップアップストア、11月4日から11月の14まで、はい、10日間やっているので、ね、まあ、気になる方はね、ぜひおもつサンドのキャットスイートのすぐそこにあるので、なのであの動画見て気になる方はぜひ遊びに来てみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。